ひどい。これはひどい。それいけ、ゆうちゃん旅ー。イエーイ。ということでね、記念すべき第1回の、それいけゆうちゃん旅がですね始まりました。今流れてる音楽やロゴも皆さんと一緒に作っていくね、こちらの旅番組早速頑張っていきたいと思ってるわけですけどもね、初回にはなんとスペシャルゲストが来ております。どうぞハイジーです。よろしくお願いします。ハイジーさんです。ありがとうございます。いやー、呼んでいただき嬉しいです。ハイジーさんにね、はい、昨晩、今週いつ空いてますか、はい、ただ明日空いてるよとまさかね、今日になると思いませんでした。いや、俺も、はい、ちょっと気軽に連絡しちゃったので来てもらっちゃって、はい、いや、嬉しいですよ。ありがとうございます。バレンタインデーですからね男でね、何やってんだってことになりますが、なんか美味しいもんでも探しましょうかね。そうしましょうか、うん、まあでも、はい、初回は、はい、ハイジンさんと以前あのメインチャンネルの方で行ったリアル人生ゲーム in 関東、これまだあったんですね皆さん覚えてますか、こっちで東京を、はい、行かなかったじゃないですか。全然やらなかったんですよ ね。せっかくハイジーさん来てくれてるってことで、ね、はい、この中で一つ、はい、みんなが気になっていた、はい、夏バテ。それ男のお尻と股間で癒される。いやいや、僕この40円ラーメンが気になってたんですけど男の尻はいいよ別に。そこ行きましょう、バレンタインデーなんで。これ恵比寿にあるんですか。恵比寿にあるんです。なんで恵比寿っておしゃれタウンでいいよ、そんなことしなくて。いちいちここもまた行きましょう。じゃあ今度ね、まだ行きましょう、行きましょう、はい、行きましょうね、金欠40円ラーメンめちゃくちゃ気になるんで。そうだ、昨日ね、実は LINE でハイジさんも、はい、すごい楽しみです、楽しみでした言われて、はい、最初に謝ってごめんなさい。謝んないで謝ってほしくないよ。楽しいことが今からあるんでしょ、あるんでしょいや、正直何回もそのサイト見たんですけど、はい、くっそつまんないですなんでそれで結婚しちゃうんですか男の尻で不快感はあっても癒されること絶対ないですもんね。いや、まあそれは僕も行ってみないとタイトルつけた人ですよね。そうだ、せっかくなんでじゃあタイトルコールハイジさんも言ってもらっていいですか。ソニーケユーちゃん旅っていう今回旅なんで。はい、わかりました。じゃあこういう可愛い感じのタイトルで、はい、可愛くね、はい、せーの、ソニーケユーちゃん旅行きましょうか、行きましょうか。100点でした。ハイジさん、今日はもうあの、はい、ただのデートだと思ってもらえたら。あ、そうそう思えないよそか、男とデートしながら男の尻見に行くんでしょなんだよその日。こうやって見るとどこの店も混んでるじゃないですか。混んでますかね。男の尻のとこ大丈夫なんですか。あ、それ大丈夫だと思います。そういうあの店舗型じゃないんで。え店舗型ではないんで、結構そのえ、そのオーガニックな感じ。ゆうやさんの知り合い、はい、僕らのイメージで言うと、はい、ゆめさんの知り合いの、はい、ちょっとガチガチの、はい、ホモ系の方が、ワンルームの部屋に住んでて、はい、その人のところに押しかける。いや、ハイジさん、はい、さっきも言ったじゃないですか、期待しないでくださいよえそれも、いや、それ期待でもなんでもないですよ。いや、でも面白いじゃないですか、なんかちょっと、はい、面白い人が出てきて、そう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 、スリスリしていくみたいな、はい、やめてみたいな、はい、やめてください、期待するのだけは。そういうリアクション視聴者の皆さんもですよ、はい、それは期待なし、はい、そんなに面白い場所じゃない。いや、ま、ギャグ抜きで、はい、なんでこいつここ選んだの最初に本当に分かりました。本当だから、もう本当謝ったじゃないですか。もうじゃあ僕らが絶叫しながらやめてやめてっていう、そのおじさんの面白いリアクションを見せるとかいうわけでもなく、もうただただたずんでる。で、一応どういう、はい、ものだったとしても、はい、やめてやめてみたいなのもらってもいいですか、一応。わかりました。なんだとしても、それだけは決めましょう。ハイジさんのリアクションだけがこの後楽しみです、はい、視聴者の皆さん。一回もやっときます、一応その。これが後で見れるよってやつ。ちょやめて、気持ち悪い、僕それ無理なんです、絶対無理なんです、こういうの。やめてくださいよ、もう。が後で見れるんですね。そう、後で見れる。何があっても。ハイジさん優しいな。やってくれるんだよ、俺より年上なんですよ年上なんですよ、そうなんですよ、もう先輩なんですよ。先輩ではないけど。いやいや、スカシュさん大先輩だから。いやいやいや、 YouTube やってるのが古いっていうだけですよ。いやいや、もう街ブラって一番僕やりたいジャンルなんですよ、実は。あ、本当ですか。はい、普段、はい、一緒に活動してくれる YouTube やってる方がいないじゃないですか、実は。
確かになんか気軽に、そうそうそう、なかなか誘えづらいんですよ。誘えない。すいません、誘っちゃって。いや、それがだからすごく嬉しいんです。あ、本当ですか。こういうの一番やりたいやつなんで。いや、嬉しい。でも、はい、場所としてはもう到着しました。そうでしょうか。恵比寿南二公園、はい、まあ、この公園の中に、はい、あるんですよ。いるというか、あるんですよ。ある、その、はい、股間が、股間がというか、お尻、お尻から股間が見えちゃってる感じのものがあるんで、ちょっと一応探して、ちょっとじゃあ探してみましょうか。はい、探してみて、はい、あったら、はい、リアクションしましょうか。はい、はい、もうすでにそのリアクション間違ってるって僕思ってるし行くだけ行ってみましょうか。行ってみましょう。あれってことはもう人が待ち構えてるとかじゃなく、はい、もうオブジェでしょこれ。何ですか、オブジェ見学かな。まあ美術館巡りみたいな感じですあんなタイトルつけといて実は僕にはもう見えてるんですよ。そう、ただ、はい、見るべき方向ってのはやっぱあるんで、まだこれこれが股間っぽいこれこれってことじゃないですよね。ちょっと待ってください、これ映してもらこれ映せますか、これこれこれ股間、これ男の股間。ハイジ早くリアクションしないと。嘘で、え、これ本当にこれですか。これです、本当にこれです。ひどい、これはひどい、このマス目はひどい。いやー、到着です。よく一個のマスにしましたね。これでもこっち側から見てください、こっち側から、はい、こっち側から見ると、はい、これがその男性のお尻で、はいはいはい、下から玉袋が見えちゃってるっていうそっちから見るとちょっとあれなんですけど、こっちから見るといわゆるだからこういうところ玉が見えてる。こうですね、今こうですね、はい、はいはい、多分動画的にもここは多分モザイクになるかなと思ってるんですけどね。モザイクいるんですよこれ。すごいな、すごいなこれ。いや、ゆめさん、はい、これ見に今日来たんですか昼からバレンタインデーに。あのゆうちゃんと見てこういう感じになってきたと思うんで。いいですね確かにこれ僕ね、この動画ワクワクしちゃうと思います今後何がどんなクソなとこ行ってくるんだろうなっていういやちょっとあれでしたね、その、まあ、今カメラ回してるショーン君とも一緒に調べてたんですけど、はい、思った以上にクソでしたねそんなこと、もうちょっと、はい、なんかね、もうちょっとなんか面白いのかなって。いや、僕も恵比寿ちょこちょこ来るんで、はいはい、面白いスポットないかなと思っていつもね検索するんですよ。はい、一回も引っかかったことないですよこのスポットよく見つけましたね逆にこれを。すっきりしました。でもこれだったんだって。すっきりしました。すっきりしました。やっぱり、はい、お尻触ってそういうことじゃないよ、謎が解けたから。で、一応ここで、はい、股間をじゃ一緒に触って、はい、登録してねって言ってきますか。しないよ誰も。そんなやり方登録してね。いや、いい番組になってきましたね始まりましたね、すごいコーナーが。コメントがいくつかあったんで、はいはい、ハイジさんとどれやりたいか一緒になんか話しながら決めようかなと。山手線の駅にそれぞれ駅のスタンプがあるらしいんですよ。はいはい、駅ごとに、駅ごとに、はい、なんか自由帳みたいなノートに押していって、うん、集めて紹介してくださいって言われてるんで、なんか、はいはい、ノート買いますか。いいですね。なんか好きな可愛いスタンプ帳みたいな買って押していきますか。押していきますか。いいですね。それ一応やりましょうよ。一応せっかくなんで。はい、それやりましょう。ハイジさん、一応これ、はい、僕思ってたフォルムと違ったのが、はい、ここお尻じゃないですか、はい、でここが玉袋じゃないですか、はい、ってなると、はい、ここがまあいわゆる竿になって、はい、ね、はい、ここ狩りなんじゃないですか。どうでもいいつらくちゃん。あとでも、もうあともうあとじゃないよ。あとじゃないよ。なんちゅう、あとこっちにも、はい、水があった、水が。水があるんですか。ほら、いや、もういいよ、いいよ、いいよ。
水があったんやめとけ。使えるかそんな。水があったんだ。知らないよ僕はもう。ここ？何を言ってんだか知らない。ここがその、はいはい、ホットロードなんじゃないですか。ホットロードじゃないよ。行きましょうか。行きましょうか。何ちゅうこと言ってんの。いやちょっとちょっと怖かったな。どうなんですか。僕ちょっとパーティー苦手になって。